かげさまで感染状況、医療提供体制、状況が大きく改善しておりますので、ステージ3、指標に基づき本県の状況は警戒ステージ、ステージ3になったことを確認いたしました。また、医療提供体制の非常事態は脱することができました。国に対しても緊急事態宣言は9月30日をもって解除すること、またその後、状況を最終見極めますが、まん延防止等重点措置の適用もしないことについて要請することといたします。また、10月1日以降の内容等については来週最終確認いたしますが、準備の都合もありますので、飲食店等営業時間短縮の要請は解除する方向で国と協議することも指示いたしました。ただ引き続きこうした基本的な感染対策ですね、これはしっかりと取るということについては発信もしていきたいし、お願いもしていきたいと考えております。大きな2つ目、ワクチン接種につきましては、11月末までに希望されるすべての方に2回接種を終えられる、この取り組みをしっかりと進めてまいります。国から3回目の接種、いわゆる追加接種のこの時点での考え方等を示されましたので、準備を進めてまいります。最後、大きな3点目は、次の波に備えた対策をしっかりと進めていきたいと思います。まず医療の提供体制については、強化する観点から引き続きその確保病床は維持しますし、中和抗体薬の投与体制も強化いたします。宿泊療養施設ではもうすでに投与の開始されておりますが、自宅療養者への投与体制をそれぞれしっかりと医療機関と連携しながら構築していきます。この建物の1階にあります見守り観察ステーションにつきましては、10月1日からは県立総合病院にその機能を移転することとし、イベントベースサーベイランスについてもしっかりと円滑に動かせるようにしていきたいと思います。もう一つは両立、社会経済文化活動との両立という観点で、ワクチン検査パッケージの国の技術実証に参加いたします。ホテル等、また移動宿泊等、さらにはスポーツイベント等においてどのような活用方策があるのか、まだ十分詳細な制度が出ていないところがありますので、確認しながらワクチン接種証明等の活用の可能性を探っていきたいと思いますし、みんなで作る滋賀県安心安全、店舗認証制度、これのさらなる普及等も行っていくことといたしました。約2ヶ月弱にわたりますこの緊急事態の取り組みにご協力いただいた方々に感謝申し上げ、少しまだ長くなるこの感染症との戦いについて、今回の波の教訓もしっかりと生かして今後に備えていきたいというふうに思います。私からは以上です。